こんにちは。どうもどうもどうも。今日はね、今あの前方イオンのところから46号ね、雫石方面に向かってました。次の信号ちょうどこの左んどこさ、岩手牛乳さんだかね、工場があんが、それを右折してずーっとまっすぐ、左は岩手さん、右さ振れば爪神さん、あー、いい天気だ。次のね、交差点定時路ね、右さ青山方面の方さ行けばね、運命ラーメン屋さんがむーがーすむかすがら存在だけは知ってましたどもね、今日が初訪問ですよ。本音だった気がしたどもな。あー、いだいだいだ、俺ラーメン屋ってはっきりかかってた。ここここカジカさん、タンメンがうめずよ。それではアイドガン。おばちゃん、あの名物のタンメンけどが、うん、タンメン、はい、お願いします。昭和だこれ、うん、テーブルには灰皿まであんがまだタバコでも吸うか。はい、とつましたよ、自慢のタンメン。いやいやいや、550円だぞよこれが。いや、ドラドラ、はい、うんまござんす。いや、なんか懐かしい味だな。野菜はね、ちょっとすぐね、気もすっとも、何せ550円だ。ドラドラ。この味をね、守り抜いて何十年だべ。お父さんとお母さん、頑張ってますがね。どこさ行ってもね、やっぱりあの後継者不足でね、その図、思い出の味、伝説の味なっぺ。いつまでもね、元気でラーメンこせいでもらわねば、俺もね、曲げねえように頑張ってかんねばわがねえ。めこちらのカジカさんのようにね、昭和の香り漂う、こういう食堂はね、賛否両論あっかもすんねえども、おりゃすぎだ。こうやってね、何十年もみんなの胃袋を支えて、ここまでやってきました。まあまだこっちさ来たらね、寄りますが、元気で頑張ってください。どうもどうも、ごっちゃんでした。最高だが、今日はカジカさんの名物タンメンの紹介でしたよ。ありがとうね。春なのにお別れですか、春なのに涙がこぼれます。てか、卒業おめでとう。へばねー、バイバイー。